これ。やっべえな。一目見たらわかるけど、偽物だわ。カピラボ。皆さんどうもこんにちは。カピラボのカピさんです。最近連日30度超えで暑くなってきましたね。皆さん体調悪くならないように気をつけてください。さて、本編に行きましょうか。本日の題材はこちら。はい、宅急便コンパクトで送られてきた何かです。早速開けてみましょう。まあ、こちらは視聴者さんから預かったのですが、前回グラボでちょっと一悶着あったので少し悩んでたんですよね。しかし預かったのでしっかり注意喚起をしていきたいと思います。そうです。今回も注意喚起動画となります。中身が見えてきましたね。ほう、なるほど。こうやって送れば送料が削減できるのか。頭いいですね。さて、出てきたのは箱が畳まれたものです。こちらはひとまず置いておいて、他にも入っているので見ていきましょう。中にはプチプチで包まれたブツが出てきました。厳重梱包ですね。それでは畳まれた箱を戻していきましょうか。クーラーが付属しなければこういう発送方法もありですね。今度からこうやって送ろうかな。とりあえず箱の組み立てはこんな感じかな。そしてこのブツを開封していきます。まあ、皆さんもう箱でわかっていると思いますが第3世代の雷電ですね。箱はこんな感じです。左下に第3世代って書いてありますね。そして CPU は雷電 7-3800X と書いてあります。でもあくまでも書いてあるだけです。そうです。これ、リマーク品なんです。正規の箱に入った偽物です。今回の趣旨は皆さんにこういうものがあると知っていただきたく、動画を作ることとしました。それでは色々見ていきましょう。箱の裏面はこんな感じ。まあ、箱は正規品だから特に見る部分はないか。ちなみに箱と本体のシリアルは同じシリアルではありませんでした。まあ、よくある手法ですよね。本物の箱に偽物の中身を入れる。そうするとパッと見本物に見えますからね。ブランド品やおもちゃなどでもこういうやり方は見たことがあります。そして今回重要な CPU はこちらになります。Ryzen 7-3800X としっかりと記載されてますね。でも偽物なんです。リマーク品なんです。まずはリマークとは何かを説明からですね。まずリマーク品とは、こんな感じですよ。説明がめんどくさいですが、簡単に言うと偽物です。人を騙そうとして作られている偽物です。偽物って言っても、どこが違うの?って思いますがヒートスプレッダの刻印を消して、レーザー彫刻し直したものが一般的かと思います。ちなみにヒートスプレッダとは CPU のグリスを塗る金属の部分です。そのヒートスプレッダの表記を消して、専用のレーザー彫刻機などで偽の表記を書き込む手口をリマークと言います。非常に悪質ですよね。こういうのが海外のサイトで安く売られているようです。見た話では3000円ぐらいで売られているようです。それを3万円近い価格で売れるんですから、海外から買って日本で売ってる人はウハウハでしょうね。普通に詐欺ですけどね。それでは細かく CPU を見ていきましょう。ケースから取り出しました。CPU の見た目はこんな感じ。ちょっとわかりにくいかな?詳しい方はもうお気づきかもしれませんが、この CPU が第3世代の 3800X じゃないことは一目でわかります。一番わかりやすいのはここですね。左下の三角のマークの大きさなのですが、ここの大きさが第1世代と第2世代のものとなります。ちなみに第3世代は一部世代を除いてこんな感じ。もう、三角のサイズが全然違いますよね。第3世代はここの三角がかなり小さいです。これが現在出回ってるRyzenのリマーク品を見分ける一番のポイントになると思います。この三角マークは第1世代と第2世代が大きく、第3世代から一部モデルを除きリマーク対策のため小さくなっているようです。しかし、第3世代でもRyzen 3-3200G とRyzen 5-3400G は例外となります。この2つは三角マークが第1世代と第2世代の大きさと一緒です。見分けるポイント1はここですね。そして次はポイント2。ポイント2はここですね。左の本物にはヒートスプレッダの左下は刻印しかありません。しかし右の偽物には刻印の下に小さな凹みがあります。これは第3世代には見られない特徴です。そして左下の UF という刻印なのですが、本物は彫り込みで凹凸があります。しかし偽物はレーザー彫刻なので凹凸はありません。ここが見分けるポイント2ですね。そしてここが見分けるポイント3。
本物の刻印は文字の彫刻が均等になっていますが、偽物は若干文字が潰れていたりかすれています。この偽物 CPU ですと全体的に文字が潰れており、3800X の3と8が若干小さくなっています。正直比較対象がありまじまじと見ないとわからないレベルかもしれません。ここに関してはポイント1と2のように簡単に見分けられるものではありません。まあ、ポイント3はこんな感じ。続いてはポイント4。ここの3列目のシリアル番号ですね。ここもポイント1と2と比べると不確定なのですが、13桁のシリアルのうち頭から8文字が使い回しされているようです。QHP4206S という部分ですね。下5桁は調べたところ数値が変わっていました。しかし、偽物製造業者もバカではないでしょうから、こういった部分は頻繁に変更していると思います。ここら辺はあまり当てにしない方がいいのかもしれませんが念のため。続いてはポイント5。これも比較対象物がないとよくわかりづらいのですが、QR と文字の羅列との隙間が偽物は若干狭いです。こうやって見るとやはり一番当てにできるのはポイント1と2ですね。そして必死に他のポイントがないか調べた結果、どこにも出ていない見分け方を発見したので記載しておきます。それはこの裏面の基板部分にありました。説明のため静止画で。見分けるポイント6はここになります。ちょっと見えにくいのですが、基板の白いラインが見えますでしょうか？ここのラインの入り方が本物と偽物では明らかに違います。わかりにくいので線を引くとこんな感じ。本物はパッと見横一直線みたいなラインでしたが、際に縦ラインが入っていました。そして偽物はラインが凸みたいな形となってました。これは製造時期によって変わるのかは確証はないのですが、偽物やヒートスプレッダーすり替えなどで偽装しにくい部分だと思います。私的には重要ポイントだと思います。ポイント1と6に関しては、第3世代の CPU をすり替えに使わないと偽装できない部分だと思います。なので要チェック。ポイント1と6は重要ポイントだと思います。ではこの偽物 CPU は何をベースに作られているのか疑問に思い色々調べてみたところ、Ryzen 3 2200G や Ryzen 5 2400G のような G 付きモデルなのではと思いました。基板のラインの入り方が G 付きモデルと一緒なんですよね。この画像は視聴者様にご提供いただきました。誠にありがとうございます。こうやって見ると G 付きモデルのラインの入り方が 3800X の偽物と同じなんですよね。なのでここら辺がベースなのかと思いましたが確証はありません。海外で3000円程度で売られてるならこういうの使ってるとも思えないしどうなんですかね。見分け方はこのくらいにして、重要なのは動くかです。ということで検証していきましょう。検証にはメイン機しかできるものがないので、メイン機に犠牲になってもらいましょう。ちなみにスペックはこんな感じ。ちゃんと BIOS は 3800X に対応しております。ぼちぼち AM4 の動作確認環境が欲しいところではあるのですが、なかなか揃えるのには先立つものがありません。まあ、こちらをしぶしぶ使っていきましょう。それではまずは簡易水冷の取り外し。このイカちゃんを外していきます。イカちゃんを外したら CPU を外して付け替えなのですが、一応 3700X とも見比べてみましょう。無事 CPU の取り外しができました。こうやって見比べてみると、やはり記載のチープさがわかりますね。しかし、見比べないとわからないレベルです。こういうの作る人は悪質ですよね。一般レベルではなかなか作れないでしょうから。作って売っている組織があるんでしょうね。皆さん騙されないようにしましょうね。こういう箱付きの偽物もあるから気をつけてください。箱は本物ですが CPU は偽物です。I have a CPU。I have a box。偽装品。まあ、そういうことです。これは巧妙。箱だけでも買われるのはこういう需要もあるんですね。それでは搭載します。まあ、こういうのって高圧電流とか流してあったり、コア自体がなくて動作しないのが大半です。あとはピンが折ってあったり、簡単に言えば動作確認ができないようにわざと壊して販売しているってことですね。そこまでするんですよ。こういうの製造してるところは。それでは組み上がったので動作確認。スイッチオン。はい、LED すらつきません。まあ、予想通りですね。壊されているのでショートでもしているのでしょう。本来であれば、電源を入れた時点でマザーボードの LED がピカピカします。しかし LED すらつかない。かろうじてここの部分が点灯しようとしてますが、すぐに消えてしまいます。
チカチカと風前の灯火のように点滅してます。こんな感じで起動すらしないですよ。スイッチは何回押してもつく気配はなし。まあ、こんなもんだよね。動作確認はこれでおしまい。今回ちょっといろいろ説明しましたが、こういうの普通に流通してるから気をつけてください。まとめとしてはこんな感じ。偽物が多いから買うなら正常に動く動作確認済みを購入してください。そして、最新ハイエンドは偽物が多いということを頭に入れておいてください。差額が5000円から1万円程度をケチって数万円を失わないように。可能であれば最新のものは新品がおすすめです。保証もありますしね。そして購入するときは信頼できる店舗がいいかな。そんなところです。万一こういうものを買ってしまったら、被害届を出しましょう。3800X じゃないものを 3800X って言って売るのは詐欺です。正規品が壊れているのではないので、3800X と嘘の表記をしている以上ノークレームノーリターンやジャンクだからは通用しません。万一手に入れてしまっても市場に流すのは絶対にやめましょう。詐欺の片棒を担ぐこととなってしまいます。見ていただいている視聴者さんにそんな方はいないと思いますが、聞いた話では、負けプレ出品とかで偽物が送られてくることがあるらしい。やばい、めっちゃ怖い。届いたらすぐに動作確認が必要ですね。まあ、注意喚起はこのくらいかな。それでは今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた。メインくん、壊れなくてよかったー。ちゃんと CPU を 3700X に変えたら動きました。みんなは真似しないでね。って言われなくてもやらないか。